先ね練ってたんですけど、メスライオンですね。関係性とかを聞いてみたいところです、ね、環境とか好きな食べ物とか、そうですね、その辺あとまあフリーで、ね、私たちはまあ猫みたいなもんだっていうのないならされたっていうんですなるほどなるほど。ただメッセージ性は強かったですね。ああ結構、はいはい、人を見るのはそんなに別に嫌いじゃない、うん、ただ美味しそうに見えてるっていう。美味しい。じゃあさっきね寝てたんですけど、ちょっと喋りかけてちょっと起き上がってくれたあのライオン、メスライオンですね。はい、にちょっと話を聞いていきたいと思います。何かありますか、質問。そうですね、まあ、3匹いるんで、なんかそれぞれ関係性とかは聞いてみたいところですね。関係性を聞きましょうかと、はい、あとはまた環境とか好きな食べ物とか。そうですね、その辺。あとまあフリーでね。うん、そうですね。はい、ちょっと聞いていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、はい。はい。じゃあお話終わりました。はい、いかがだったですか？はい。まあまずはですね、はい、兄弟と言ってました。3匹ともですか？はい。あ、なるほど。イメージがですね、広い大地みたいなところのイメージが来たんで、うんうんうん、きっとこの連れてこられた子なのかなっていう。なるほど、なるほど。はい、感じですね。3匹ともですかね。そうですね。だからなんかこう、ライオンって言ってるけど、私たちはまあ猫みたいなもんだっていう、なんて言うんですか、もう飼いならされたっていうんですかね。なるほど、なるほど。はい。なので、人間の、子たちとか、うんうん、ちょっとやっぱり美味しく見えてるみたいですよね。なるほど。はい。ただ、やっぱりもう手が届かないっていう意味で、猫っていう表現でしたね。百獣の王って言うじゃないですか。はい、すごい強そうには見えてるんですけど、まあ、飼いならされてるっていうのかな。うん、はい、はい、はい。何か、この自分で立ちでこかりできるっていうわけでもないし、うん、で、あそこ、今寝てるところは、虫がいないからいいって言ってましたね。下が冷たいって言ってましたね。なるほど。はい。私たちのベッドなのっていうことを言ってましたね。なるほど。はい。いつもあそこで寝てるんですよね。はいはいはい。ちなみになんか結構その、今話してもらった方なんですけど、はい、結構その、こっちずっと見てたりとか、はい、なんか人間に対して興味あるんかなっていうのは思ったんですけど、なんか言いたいことがあるんですよ。興味があるわけじゃないですね。そうなんですか。人間に対してすごくフレンドリーっていうわけではなく、どちらかというとちょっと怒りの方、だからこっちによって、で来ないっていうのもだからあるのかなっていうところで、ちょっと威嚇してる部分、威嚇ではないですよね。だから諦めに近いかなと思いますよね。もうだからそのここから出れないっていうのもまあ誘ってるし、ここで一生終えるんだろうなっていうところも誘ってると。なあ。ただメッセージ性は強かったですね。ああ結構、はいはいはい、しっかりと伝えたいことっていうのは伝えて、うん、来てくれてるなっていう。なるほど、なるほど。だから伝えたいことはすごく強いですね。なるほど。この子、まあ、人間的動向とかじゃなくても思いが先行してる。思いは強いですね。なるほど、なるほど。はい。はい。なので、ああやってね、さっきまで具体的に寝てたんですけど、ね、はい、しっかりとこっちを向いてね。すごいはい、伝えたいことっていうのを、なんかどっから最初はね、どっから聞こえてきてるのかなって感じだったんですけど、しっかりと喋れてるよっていうのを伝えてくれてる。なるほど。伝えてくれた子ですよね。人を見るのはそんなに別に嫌いじゃない。うん、ただ美味しそうに見えてるっていう。美味しそう。ちょっと怖いですね。はい。なので、ここが平地だった時には。もう終わってますね。終わってますよね。人間、すごい。はい。ただ、それができないっていうもう諦め。なるほど。っていうのはあるんだと。帰りたいっていうのが。本心。本心ですね。なるほど、なるほど。はい。なんで連れてこられたんで、連れてこられてる子たちっていうのはやっぱり帰りたいっていうのがやっぱ強い強いのかなっていうところですね。うん、なるほど、なるほど。はい。もうね、ライオンはね、正直喋るっていうのはちょっと今日は無理かなと思ってたんですけど、ずっと喋りかけてたら、うん、はい、起きてくれたんで、うん、奇跡のね、一枚というかね。奇跡の。はい、しっかりとこっちを向いてお話ししてくれました。ライオンからのメッセージね、帰りたいと、うん。すごいメッセージ性が強い。メッセージでしたね。今もずっと見てますからね。そうなんですよね。それぐらいそういう思いが強いっていうことですね。なるほど、なるほど。はい。わかりました。じゃあ今回は、ライオンさんと、はい。話していただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。